AJs, AJs AJ は、イギリスウルバーハンプトンに本拠を置いていた、オートバイなどの製造会社、メーカー A、J.S.T. バンス &CO、LTD 及び同社が1909年から1931年にかけて製造していたオートバイ自動車のブランド。レース界において117の記録を持つ、老舗のブランドは、その後売却されて、ANC 参加のマチです。 そしてノートン・ビリアーズが製造する4、ストロークオートバイに引き継がれた。これも1969年には一度ついえた。しかし、1974年に小廃棄量に、ストロークモデルの名として、復活を果たした。1897年に、ジョー・スティーブンスは初めてエンジンを組み上げた。3年後の1900年には、廃棄量 125cc のエンジン製造に踏み切り、 他のオートバイ会社に供給し始めた。ジョーは会社スティーバンススクリューカンパニーを設立し、1905年にはジャップイギリス人 JA、プレストウィッチのイニシャルから取られた式 V 型に気筒エンジン製作に乗り出した。当時、この会社にはジョーの9人の息子のうち、ハリー、ジョージ、アルバート・ジョン、ジャック及びジョー、父と同盟の4人が働き、 1903年までには、車体を含めたオートバイの一貫生産を行うようになっていた。1909年、AJ スティーバンス &CEO、略称 AJs が設立され、オートバイの自社製造販売業に進出した。この社名と新設されたブランド AJs は、兄弟のアルバート・ジョン・スティーブンスのイニシャルから取られている。 なぜ彼の名を冠したかという理由については、アルバートが唯一先例名を持っていたからだと言われている。a j ズが1911年に発売したモデル第1号は、排気量 292cc サイドバルブエンジンと二段変速機構を備えたもので、この車種で万島ジ,ジュニア TT レースにエントリーした a j ズは15位に入った。車名はデザインを担当するアルバートの名を取ったが、 実質的に会社は兄弟の共同経営だった。1926年当時の役割を例に挙げれば、ハリーはエンジニアリングを、ジョージは営業統括を、ジョーは製造技術をそれぞれ担当していた。1914年までに、エイジーズは 350cc 四段変速、チェーン駆動のオートバイを開発し、これは、同年のマンジ,マジュニア TT レースで1.234.6位を、 占める活躍を見せた。1916年11月3日、第一次世界大戦勃発により、イギリスの軍需品調達を担当する省庁は、軍事目的以外のオートバイ製造を禁止した。しかし1917年、ロシアから軍用オートバイ融通の要請を受けたイギリス軍は、a j ズに製造の一部を委託した。このため、1919年1月に軍が、 製造規制を解除するまでの期間も、a j ズはオートバイの製造を継続することができた。戦後の1920年、内広無式、ドラムブレーキとチェーン式プライマリー駆動をそれぞれ導入し、再開されたマンジマジュニア TT で、シリル・ウィリアムズが運転する a j ズは、レースを制し、翌年にはトップ3を独占した。セニア TT でも、 ハワード・アール・デイビスが 350cc マシンで優勝した。これは排気量 500cc までとレギュレーションで定められたセニア TT を 350cc マシンで初めて制したとなった。1922年にはマンシマ生まれのトム・シェアードが a j ズを買ってジュニア TT を制し、同じく G ・グリントンが2位に入った。 この他にも AJs は 800ccv ツインを搭載する車種も製造していた。1928年、AJs は2種類の OHC 型新エンジン 349cc の K7498cc の K10 を発表した。これらを搭載したオートバイは翌年それぞれ M7、M10 として発売された。1929年の j r TT で、 ウォルエルハンドリーが軽るエイジェイズは2位に入り、1930年には 250cc の排気量で争われる、ライトウェイト TT レースで、ジミーガ3が勝利を挙げた。1931年、エイジェイズはシャフト式プライマリー駆動の予行機 496ccv 型に気筒のツアラー S3 を発売した。ただしこれは、高い開発費が災いして、 売れ行きはかんばしくなく、世界恐慌も影響して、a j ズに深刻な財政難をもたらしてしまった。二輪車で有名な a j ジズは1923年に自動車製造に挑戦し、ヘンリー・メドーズ製エンジンを用いて試作車を作ったが、これは量産されなかった。ただし、車体の製造には乗り出して、車用の受託製造を受け負っていた。ところが、 同社は1929年に倒産してしまい、その後 a j ズは自ら自動車製造に乗り出した。コベントリークライマックス 1018cc24 ビット HP エンジンの供給を受け、3段変速を備えたナインが1929年に発売された。2シートで210ポンド、布製車体のサルーンカーで320ポンドと非常に値だったナインは、 約3300台製造された。AJ's はまた、バスや馬車の製造も手掛けた。最初に製造されたバスは、ヘンリー・メドース製エンジンを、その後は、コベントリー・クライマックス製、L6 などの供給を受けていた。バスの生産台数は通算で200台を超えた。1931年、財政が悪化した、A、J. スティー・バンス社は破産。 オートバイ関連の資産は、コリアー兄弟がロンドンに所有していたマチレス車へ、自動車関連は、クロスレイモータースにそれぞれ渡り、企業としての a j ズはその歴史を閉じ、以後は、ブランド名として存続することとなった。1931年12月から1932年5月の間にかけて、クロスレイモータースは、 例えば4段変速ギアボックスなど AJs の技術を用いた自動車を約300台製造した。また、1500cc の自動車が企画されたが、これは1932年の英国国際モーターショーに出展されただけで、具体化とはならなかった。オートバイの製造拠点は、ロンドンのプラムステッドに移された。1938年に、コリアー兄弟は ANC を設立し、 マチレスとエイジェイズを2枚看板として個会社化した。以後、エイジェイズブランドはマチレスとモデルを共有し、異なるブランドで販売する体制が取られた。エイジェイズを手放したスティーブンス兄弟たちは、再びメーカーとして帰り咲く挑戦を始め、スティーブンスブラザーズ LTD を設立した。彼らは1934年からオートバイの 続けて配送用ミワ自動車の製造を始めたが、AJ's ブランドを換させることは叶わなかった。ミワ自動車は1936年まで、オートバイは1938年まで製造を続けたが、どちらも継続されることはなかった。後にこの会社は普通のエンジニアリング企業に業態を転換して、ジャック・スティーブンスも1956年までは同社。 勤めていたが、その後はネジ製造会社に業種を転換し、これも1992年に閉鎖された。ANC で AJ's ブランドは、本流、ブレッドバター扱いをされていた。その一方で、コリアー兄弟は、AJ's が成したレース界における数々の栄光を大切な遺産だと尊重した。こうして、AJ's の名称は、レース用マシンの名としても残り、 革新的な気候をもたらし続けた。量産こそされなかったが、1935年のオリンピアショーでは、空冷50度 V4 サイチェシーエンジンが展示された。1936年、マンジマシニア TT には、スーパーチャージャー搭載のレース使用者が投入された。これは、高い馬力を誇ったが、レースでは加速に劣り、かんばしい結果にはつながらなかった。 1939年、水冷 495cc ドライサンプ式、エンジンオイル潤滑方式を採用した、スーパーチャージャー搭載エンジンを積んだ、車重 184kg の V4 が満を持たして投入され、当時レース界を席巻していた BMW と激しく、しのぎを削り合った。同年のアルスター GP では、ラップ平均速度 100mph を記録した。 最高速度135メートル ph を誇った V4 は将来の活躍を期待されたが同年第二次世界大戦が勃発した。戦争が終結し再びレースが開催されるようになると AJs は前傾並列に気筒 500cc エンジン搭載のポーキアパイン OHC 短気筒 350cc で32ビット HP を発揮する 7R を投入した。 これらは ANC のマチレスブランドから発売された G50-7R と同形式を 500cc まで高めたエンジンを搭載。1951年まで製造された G45-500cc 垂直に気筒エンジンを搭載と兄弟車当たる。シリンダーヘッドの冷却フィン形状からハリネズミの名が付けられたポーキアパインは本来スーパーチャージャーを搭載する。 前提で設計されていたが、戦後のレースでは、スーパーチャージャーは禁止されてしまった。エイジェイズに乗って、レースに出場したレスリー・グラハムは、ポーキア・パインから、下級機を取り外した E90 を買って、1949年のロードレース世界選手権、第1回 500cc クラス初代チャンピオンに輝いた。1951年には開発担当の池ハッチが、 ボアストロークを 75.5mm78mm、mm、とした 350cc7R の3バルブ型にあたる 7R3 を開発した。これは、多気筒エンジンを要するイタリア車とごするために、ライダーからもたらされた要請に応じたものだった。この車種は、そこそこの戦闘力を発揮したが、チャンピオンを獲得するには至らなかった。しかし1954年に、 チームのマネージャーだったジャック・ウィリアムズがエンジンマウント位置を変更して重心を下げ、また馬力を40ビット HP7800rpm まで高める改造を施した。ファクトリースペシャルと呼べる、このマシンは1台のみが正式に製造され、もう1台はスペア部品を寄せ集めて組み上げられたものだったが、ロードレース世界選手権 350cc クラス第一戦。 フランス GP と第2戦、マンシマ TT を制した。しかし、年間チャンピオン獲得には至らず、また開発担当の池ハッチがなくなったことも影響し、ANC はこの年限りでレースから撤退する方針を固めた。なお、同様に他国のメーカーと比較して競争力を発揮できていなかったノートンも AJs と同じくレース界から身を引いた。ただし AJs はニバルブ、 7R の量産は継続し、プライベーターへの提供は続けられた。ANC は市販車 G12 を発展させつつ、新設計の部品をふんだんに投入した G15 シリーズを世に送り出した。これは3つのブランド名を関して発売され、AGs としてはモデル33として販売され、M33MK2、M33CS。 m 三十三 c s r へと引き継がれた。これらは g 十五シリーズは九百六十三年から噂では九百六十九年まで製造された。九百六十年代末のイギリスオートバイ産業は日本車との激しい競争にさらされ、車用を迎えていた。a j s のブランドは九百六十六年の ANC 倒産とともにノートン・ウィリアーズに所有され、 同社のオフロード用にストローク車種、エイジーズ・ストーマーのブランドとして使用された。1968年末、プラムステッド・バージ・グローブの工房が、グレーター・ロンドン・カウンシルからの強い要請を受けて、エイジーズのオートバイを製作した。これは、エンジンをウルバー・ハンプトンから、フレームをマンチェスターから仕入れて組まれた完成車だった。また、この工房では、同じ時期に、 G15 の1969年型がサンプル製造されたとも言われているが販売には至っていない。工房は1969年7月に閉鎖され、結局 a j ズのロゴがあしらわれた最後の4、ストーク車種はモデル33となった。1974年9月、a j ズの権利はフラフブラウンが買い取り、生産拠点をハンプシャーのアンドーバー近郊にあるグッドワース。 クラッテフォードに移して生産が再開された。現在でも 250cc までの消排器量車種や AJ's ストーマーブランドのオフロード車の生産が続けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。